皆さんこんにちは、高田チャンネルです。今回は日本のカリスマバイヤーお二人に来ていただいております。いよいよありがとうございます。カリスマバイヤーです。カリスマバイヤーです。いや、一番です。特別会なんですけれども、はい、今回はお二人に今期買ってよかったもの3点、それぞれ伺いたいと思います。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。それでは今期買ってよかったものを3点ですね、それぞれに伺っていきたいと思います。どちらから最初にいきましょうか。おお、ここは僕からじゃあいきます。じゃ あそう、自己紹介から一応お願いしていいですか。はい、伊勢丹メンズの、バイヤーをしております、稲葉と申します。よろしくお願いします。改めまして、ナノユニバースの、ドレスバイヤーをしております、福島でございます。よろしくお願いします。福島です。いや、なんか高田さんの YouTube はちょっとちょけたらダメかな。いや全然緊張感が、はい、緊張感持って今日ボーカリストで一人でカメラに向かってるから、はい、ですよね。いや本当はね、わきわきあいあいでやりたいんですよね、はい、最初に聞けばよかったね。どっちパターンでいい。確かに、ちょっとティアムラモデルより緊張がありますけど。でも結構本当にこの3人で、はい、その見てみたいみたいな意見を本当に、ね、コメントとかいただいたりするのもあるので、はい、なかなか貴重かもしれないんで、はい、ちょっと見逃さないようにお願いします。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕から。そうですね、はい、3ついっちゃっていいですか。あ、まあ、そういう形式でいきましょうか。そうですね、ポン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 。はい、まず一つ目が、スーツでカルーゾの、2年のセットアップスーツです。結構僕好きで、まあ、画像はちょっとこの辺りが出します、はい、この辺り、はい、ちょっと出てると思うんですけど、スペースブライソンのアイリッシュリネンを使った、うん、ちょっとこの2人だけ、はい、ああ、いいっすね、はい、いいよっすね。4つボタンのダブルのバタフライっていうカルーゾのモデルですね、はい、ちょっとリラックスしたフィットのバタフライっていうモデルの、リネンのセットアップスーツですね。これね、僕実は稲葉さんにこれまだありますかって聞いたんですよ。いや、これ本当そうですよね。これ結構ガチのやつ。めちゃくちゃいいっすね。そうなんです、これめちゃくちゃいい、かっこいいな。なんかちょっとこう、まあ素材ももちろんですけど、こう4つボタンのダブル、このバタフライっていうモデルがすごくリラックスしたこのリネンとのマッチングもすごい良くて、まあ夏にこうスーツを楽しむのにはもう持ってこいだなっていうのが、ね、はい、あれほとんど絞ってないんでしたっけ。それ絞ってないです。あ、ゼロドロップ、ゼロドロップです。まあそうですね、ゼロドロップですね。これ色も良かったですね。で、パンツのフィッティングもまあちょっとゆったりめですかね。うん、割とストレートにこう落ちるようなシルエットで、まあ僕カットソーで合わせてるんですけど、はい、こう襟のないインナーともマッチングがすごい良くてっていうので、うん、非常に着てますね。ここ数年カルーゾ結構変わりましたよね。いや、めちゃめちゃいいですよね。よくなりましたね。結構コンテンポラリーな打ち出しがすごく多くてめちゃくちゃいいですね。カルーゾカットソーのりがいいですよね。ああ、そうか、スラッと、そうですね、ちょっとすごい育てないとね、スプライスの仕事、はい、結構シワもいい感じで今入ってます。ああ、はい、ガシガシだ、これから。そうですね。2つ目、はい、2つ目は今日そんなんやるんだ。2つ目いいっすね、僕してる。さすがですよ。こういうの待ってました。2つ目は今日僕が着てる、はい、これ先週買って、はい、たんですけど、まあ、ちょっとセットいきましょう。ラファーゴラの、あ、ラファーゴラの、はい、このキューバシャツと、あと T シャツですね。シャツ、うん、まあこういうフィッティングです。それはどこの、これもラファーゴラです。あ、これもそうなの。そうなんですよ。すごい、袖がマリカカミージャミなんですね。そうなんですよ。で、ちょっとまあリブがあるから絞れるんですけど、このちょっとこうふわっとしたすごいサイジングで、珍しくないです。めっちゃいいじゃないですか。この感じめちゃめちゃいいんですよね。で、夏やっぱ T シャツ、ニットティーもいろいろ別注したりしているものなので、うんうん、はい、たくさん品揃えしてたんですけど、去年の展示会で最後にこの T シャツと出会って、これいいなと。これまだあります。あります。あ、いや、これめっちゃいいっすね。めっちゃいい、めっちゃいい。これ僕サイズ1で一番ちっちゃいやつでこれです。へぇ、はい、だから、まあ2、3で16,000円ぐらい。これ超いいです。色何色あるんですか。白グレーです。あ、白
で、リブも、まあ、そうですね、ここのリブも太くて、あー、すげー、ちゃんとしまって、この首のリブも好きっすね。そうですね、このサイジングも絶妙なのと、あとこのキューバシャツですかね、ちょっとこのレーヨンのクタッとした感じもいいですし、うん、あ、いいですね、あのポケットの付け方も、はい、うん、あのまあ、デザイナーの平さんがこう、うん、らしいこだわりのあるちょっとヨレッとした感じも非常に良くて、あ、いいっすね、はい、これはちょっとこの先週買ってかなり気に入ってますね、めちゃくちゃ着れる、うん、いいっすね、これもサイズ1です、一番ちっちゃいやつなんですけど、ちょっとこうゆったりとした、最初長袖をまくってるのかと思った、ああそうなんですよ、これ半袖なんですよね、で長袖もオーダーできたんですよ、ちょっとあえて半袖でこのちょっとかっこ悪い感じが逆にいいかなと、かっこ悪い感じというか、なんかわかりますか、このかっこ悪い感じがいいな、これなんかも買いますよね、買いますね。それは買おう。これ本当にいいです、はい、あのかなり、いや、その T シャツはちょっと今めちゃ良かったです、重宝してますね、白グレーで、うん、ぜひ16,000円です、はい、いいっすね、はい、これなんかそのナポリのシャツとか、はい、イタリアのシャツでこう、うん、なんでしょう、伊勢込みすごい多くして、はい、みたいなふわっとさせるじゃないですか、はい、なんかそれを T シャツにしてるような感じ、そうですね、なんかすごいいいっすね、絶対普通の T シャツ屋さんじゃそんなの作んないっすもん、そうですね、本当にシャツのような感じもありながら、かっこいいっすね、タイヤさんがやっぱりすごくマニアックなデザイナーさんが面白いんですけど、袖口のギャザーすごかったです、うん、すごい綺麗、かっこよかったです、めちゃめちゃいいと思いますので、ぜひ、ちょっと僕はワイドパンツに合わせてますけど、あとはあの無地のコーディネートなので、今日ちょっとアクセントに、ペレのネックレスアクセントなんですけど、まあ結構コーディネート実はしやすかったので、うん、T シャツは特にバランスが、はい、おすすめです、ありがとうございます、まだ在庫ありますので食べないそういうのずるいわ、その営業系は営業系ダメです、でも2点はなくなってるかも、そうですね、今2点なくなるので、そうです、はい、ずるいな、ね、そういうのぜひ集客だめチャンネル使って集客が3つ目来たんです、3つ目はパンツ何本かかったんですけど、うん、ホルテラのカーゴパンツを、はい、画像はちょっとお分かりに、はい、出します、カーゴです、カーゴです、で、これはまあ、手前ミッションで恐縮なんですけど、リスターメンズガーの別注でして、あのスカルティがホルテラを立ち上げた時にまあ、着ていた、まあ、ミリタリーパンツを、はい、ディテールとかシルエットをそのままモディファイして、うん、まあ、そのままそっくりこうリプロダクトしてるっていうような、あの別注のラインになってまして、あのここの裏にはこうスクワルツィからのメッセージが、おー、へえ、すごいっす、限定だから30本ですかね、うん、各色1色ずつで30本しかないんですけど、すごい、あのスクワルツィのメッセージ、マジっす、俺のオリジンだよっていうメッセージを込めて、あのスクワルツィからのそのメッセージがあるカートパンツなんですけど、レア商品、レア商品です、ね、まあ、結構でもシルエット自体は、うん、本当にアメリカの軍物っていうよりは、うん、ちょっとまあイタリアカーゴっぽく、うん、割とテーパードも効いてて、ちょっとまあスッキリめのシルエット、スッキリめというかカーゴパンツにしては取りやすいシルエットなんですけれども、ポケットのディテールとかの、うん、まあ、大きさだったりも非常にこうちょうど良くて、うん、ミリタリーっぽくも、まあ、ちょっとドレスっぽくもこう着れるような、うん、非常に汎用性のあるシルエットのカーゴパンツになる。フォルテラのいいところって、はい、彼、アレッサンドロ・スクワルツィさんがアメリカのそういうヴィンテージのすごい造形深いじゃないですか、はいはいはい、でも彼ってそういうものをこうイタリアのサルトリアルなものを通して、そうですね、そういうデータを通して再現するから、うん、なんかそのまんまじゃないじゃないですか、うん、やっぱりちょっとイタリアっぽさが出て、はいはいはい、それすごいいいっすよね、でテーラードジャケットとかも合わせられるじゃないですか、そうそうそう、彼は合わせて、はい、独自のスタイルを発信してるんで、うん、結構フォルテラは好きで、うん、はい、僕も結構買ってるんですけど、このカーゴパンツは特に今シーズン、おすすめかなと思います、ちょっと実物見たいですね、はい、ちょっとガス、ここの、あれ、ここ今の価格もちょっとすみません、分かってないいくらだっけなと思ってそうですね、3万1000か2000だったと思うんですけど、はい、はい、で、グリーンとオリーブがあります、うん、グリーンとブラックあ、グリーンとブラックとベージュベージュの3色、なるほど、展開してます。ち
ちょっとこれも30本しかなくて、まあまあ、あの初速も良かったので、うん、あんまりないと思うんですけど、ぜひカゴパンツちょっと今年欲しいなと思ってるんで。そうですよね、うまいっすね、プレゼンが上手です。ちょっと汗かきながら、ね、途中ちょっと汗かきながら、ね、はい。3位とかじゃなくてもいいですもんね。3つなんですか？7個でもいいんですよ。あー、7個、いけるだけいくっていうのもあれば。そうですね、一応縛りは3つなんですね。3つ、一応、はい、はい、っていう感じで、はい。あ、もうこれ、待ってんですか？待ってます。あ、待ってます。じゃあいいですか、僕1個目。はい、はい、くしくもですね、稲葉さんの1個目と被る、はい、スペンス・ブライソンを使いました。リングジャケットのダブルのスーツ。おお、はい、いいですね。ブラック、あー、いいですね。一色のみやったんですよ。と長年僕がやりたいと思い続けてた、そのブラックリネンを使いまして、ここはあえて一色のみ。でなんかパターンとかリングジャケットさんで使ってるパターンをそのまま使わせてもらったんですけど、はい、今年ね、あのブラックリネンをすごい僕は着てます。多用してます。パンツ単品もやってますし、はい、それこそジャケット単品、スーツもシングル、ダブルといろいろ揃えてるんですけど、はい、一番今年着たかったのがブラックリネンのダブルスーツだったんで、これをちょっとバツと別注させてもらいまして。いいっすね、はい、もうね、一緒です。だからリネンなんでガシガシクルーネックとか合わせて、でもタイダーブも全然してるし、はいはいはい、もうなんか破れるまで着たいよねっていうぐらいの気持ちでちょっと別注して。リネンのスーツのタイドアップのコツとかございます？結構聞かれるんですよ。これ僕聞かれるんですよ。これ稲葉チャンネル僕聞かれるから、リネンのスーツネクタイとか聞かれるの、お二人の、はい、リネンを使った時の、はい、僕結構これ、まあ、ネクタイも多いですけど、ネクタイもするんですけど、結構ネクタイに合わせるの難しいですってお声いただくんで、そっか、このカリスマの二人なんで僕マージャンで、いきなりあれって出てきたんでしょうね。あ、でも分かります、僕もすごい言われます。でも逆にどうですか、高田さん、ね、僕はもう本当に何でしょう、リネンにリネンのタイプ、リネンコンとか、うん、そのシルクコットン、はいはいはい、シルクリネンとか、その混ざってるようなものとか、あとはストライプレジュメンタルネクタイとかって、はいはい、あんまり硬くならないです、はいはい、ストライプだから無地のシルクみたいなのしないし、あ、そう、あとは、まあ、サテンなんて絶対しないじゃないですか、はい、あとプリントはするか、プリントもただサテン地にプリントみたいなのしない、はいはいはい、マダープリントみたいな、沈んでるペタンとしたプリントみたいなものをする感じですかね、かあんまりやっぱりドレッシーに見えすぎないものをするっていう感じですね。なんかリネンによってほらウールリネンと か、うん、なんかシルクリネンとか混合のタイプあるじゃないですか、なんかそういう時は僕もその混合のこの度合いによって結構シルク入ってるタイプつけてみたりするんですけど、なんかでもやっぱブライソンとかガシガシリネン100とかだったら僕もやっぱりちょっとそっちに寄せた素材とかっていうのでちょっと気をつけなかった、うん、なんか時にはシャツもリネンシャツとかにしたりニーズにしてるんで、結構そこで合わせてる感じですよね、素材感も大事だぞと、うん、結構なんかこれ見よがしに割と素材をグッと寄せていく方がなんかあえて感があっていいのかなとか思いますけどね、うん、シャツもそうですよね、なんか本当にフォーマルのブロードみたいなのじゃなくて、うん、そうですね、やっぱりそのリネンの素材に寄せるというか、うん、ちょっとこうカジュアルになっているものの方がいいですよね、うんうん、なんかそういう意味で言うとね、うん、ストライプもちょっとくすんでたりする方が目立ったりするかもしれないですね、キリッと出てるよりよりは、はい、そういうところがちょっと最近のちょっとポイントですかね、ありがとうございます。ありがとうございます。非常に、はい、ありがとうございます。じゃあすいません、2つ目お願いします。2つ目お願いします。2つ目はですね、ちょっとくしくも、ちょっとくしくもですね。くしくも。くしくも今日履いてるこれなんですけど、ベルウィッチで、ちょっと別注させてもらいました。かっこいい。はい。ね、その細くなるやつ。そうなんですよ。何のユニバースの、04というですね。はい、なの04という名前がついてる01から01から今ちょっと4代目のそうなんですモデルなんですけど、ワンシーズンに1個ちょっと悩みますね、めっちゃモデルを作らせて今もらってちょっと4シーズン目に突入したんですけど、はい、酒のモデルがもともとはいはい、はい、ベル1だったんですか、うん、で酒のモデルってどっちかというとこう
テーパードは聞いてるんですけど、なんか履いてると結構ストレート見えするんですよね、はい、こう結構太めな太めですね、はい、なんで僕結構スコッチを好きで履いてて、はい、結構あれってテーパードギュッとかかるんで、はいはい、あの渡りのユーザーとかは好きなんですけど、はい、結構お客様の中だと酒とスコッチ迷った時に結構割とどっちも癖があると、はい、いう方も多い多かったんですね、はい、僕のこのお客様の中だと、はい、だったらこの酒のシルエットをちょっともうちょい細くしてみようかと思って、うん、あの渡りをこれ6センチぐらい削ってまして、うん、結構削りましたね。もともとの酒のベースからこの辺も6センチぐらいぐるりに削ってるんですよ、はい、でどうせだったらこのウエストのところを結構太めにして、うん、ちょっと足長効果を出すビジネスにも使えるようなシルエットにしようかなと思って、はいはいはい、少しこの持ち出しを細くして、そうですね、反りがすごいかっこいいですね、はい、なんかちょっとグルカ、うん、肩グルカっぽい仕様な見た目で、はい、しかもそのベルトループとかその持ち出しのループあるじゃないですか、はい、そこもすごい細くしてます、ね、そうなんです、これもちょっと細いんです、ね、かっこいいですね、ベルトループのこの細さも、で一応プリーツをワンプリーツしてるので、はい、結構そのプリーツパンツに初めてもそうですけど、うん、挑戦したいなという方がいた時におすすめをかなりしてて、確かにいいですね、めちゃくちゃいろんなバリエーションの素材をこれやってて、しかもアウトプリーツじゃないですか、はい、でインプリーツ、もともとインプリーツでしたね、もともとそうですね、インプリーツだったんで、インプリーツって良さでもあるんですけど、はい、外に膨らむじゃないですか、ね、そうなんですよね、ここがこうと、はい、そうそうそう、はい、であれが良さでもあるんですけど、プリーツになれないとか太いのにちょっと抵抗がある人は、うん、やっぱりアウトプリーツの方が収まりが、腰張りの収まりがいいから、はい、すっきり見えますね、そうなんですよ、だからやりすぎてないっていう感じもあって、うん、ちょっとプリーツパンツ、ピタリパンツに挑戦したいけどっていう方のこの向けにちょっと作らせてもらってるんで、ちょうどいいっすね、はい、すごい素材、コットンもあればリネンもやってて、ストレッチウールもあってウール100もあって、あめちゃめちゃあります、4素材ぐらいこう揃えてるんで、それは何点で買えるんですか。これはですね、あのまだ在庫もあると思うんですけど、いや買おう結構今あの主要店舗だったらあの東京の、あ本当ですか、はい、自主部屋とかなのもあれば、はい、いいですね、うん、全然これはぜひちょっとお試し、しかも持ち出しのループの細いのがエレガントでかっこいいですよね、はい、ちょっとでもあんまりこうやりすぎも良くないかなと思ったので、これ結構ね、結構僕も腰回りの仕様を結構いろいろ考えてたんですよ、うん、まあ、グルカが流行ったりクラシックマッツが流行った時にオーダーする、はい、でもなんか珍しいですよね、うん、この細くなっていく、はい、持ち出しの長いで細くなっていくこの、いい塩梅かな、うん、そうですね、はい、テーラーが作ってるやつみたいですね、はい、ですよね、そうこれをちょっとね、なんでもうジャケパンもいいですし、シャツイチとかニット位置でも合わせる、うんうん、なんか T シャツインしてもなんかその細いなんか持ち出しが、ね、そうですね、これがいいですね、ちょっとこうエレガントに見えていいですね、ワンポイントにもなって、うん、これはちょっとやっぱ良かったかな、あ、はい、いいっすね、はい、じゃあ3つ目ー、はい、3つ目きた、3つ目はですね、今年同じ形で2色買いしたシャツがあって、はい、あれありがとうございます。いや、これでも結構ガチで。あ、バンカこれ。落ちに応援するよ。落ちじゃないか。取りに。落ちじゃない。結構これ、ね、それは結構マジなので、むしろ展示会の時からあのいいって言ってた感じ。はい、で、こう、もうないよな、うん。探しててもないよなっていう、うん、あのプールサイドシャツ、はい。これはもうチェック無地。はい、買いました。あ、ありがとうございます。今あの3色目悩んでます。3いくつですね、3色目。チェックの紫色嬉しいです、はい、買いました。はい、で、あ、これはいいと、はいはいはい。グレーの無地を買いました。はい、で、今白の無地を悩んでます。おいや、ピヤモさん似合いそうっすね。そうですね。違ったこう色、ピヤモさんの着ると多分あれがこう、また待ち着になるというか、そうなんですね、っていう感じですよね。その横に女の人がいる想定のプールサイドではなくて、はいはいはい、普通にタウンユースとして使いたい、そうですね、夜のクラブなイメージになるかもしれないですね。ナイトプール、ナイトプール、そうですね、パシャパシャってやつですね知らなかったでもいいです、いいですね、無理やり戻したい無理やり戻したい、かまってこかったのが今の、ちなみにそのシャツ
伊勢丹メイズにもあるらしいですよ。あれ、あそうなんですよ、ちなみに、はい、え、全部あるんですか。結構あります。あのチェックのシャツは2色ありますね。あ、じゃあ今チェック、そう、いろいろなくなっちゃってるんですよ。そうなんですよ、ナノユニバースも実はですね、かなりもう数、はい、なくて回ってきた、はい、僕はあのやばいって思って最後の S を買ったのかな。あ、はいはいはい、もしかしたらっていうレベルぐらい今ちょっとナノスな感じになってて、僕らのところでもなくなってしまって、おということは伊勢丹さんに急げっていう可能性かもしれないですね。そうですね、はい、僕だってそのチェックはチェックに関しても茶色も買おうかなと思って。ダメです、ダメです、ダメです。パープル買いに行ったら欲しかったんだ。高田さんもだって買おうと思ってたパープルがここでなくなっちゃった。なくなっちゃいました。ね、本当にこれチャンスが回ってきましたよ、うちに今。あれマジでいいですよ、本当に。でもいいですよね、すごい楽で、なんか肩のシルエットもちょっと落としてたりとか。そうそうそう、僕ね、あの襟のなんか細さとかすごい良かったんですよ、収まり良くて。で、中に今クルーネックとかちょっと逆に深めの U とか着たりして合わせて前に行ったりするんですけど、本当にリゾートとかちょっとなんだろう、セクシーに着るなら逆に着ないでもいいのかなって思っちゃうぐらい。うちのスタッフもなんか着ないで着てるスタッフを見たら、いいっすね。あれはね、もう一枚かな。ありがとうございます。そのシャツにその704みたいなピースね。あ、いいと思います。はい、いいっすね、すっきりシルエットなんで、はい、704にシャンクシャンシャン。今日はシャツ、シャツはチェックシャツは伊勢丹さんに急げと、急げと、はい、パンツの方はちょっと脱ぐ。これ聞こえないです、営業官出しちゃう、怒られちゃう。マイクがピンマイクじゃなくてあそこで拾って、そうですね、本当に聞こえない可能性聞こえなくなっちゃう。すいません、すいません。いやいやいや、という感じ。はいはいはい。じゃあ、ありがとうございます。大丈夫です。はい、はい、まだ聞きたいことがあるので、はい、次回もこの2人と、お、いいんですか、はい、と思っております。頑張ります。コメント、高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。